スピカは2027-28年にかけての打ち上げ実現を目指して日本、欧州諸国、カナダ、アメリカ、台湾などが共同して開発を進めている次世代赤外線天文衛星。打ち上げには H3 ロケットが使用される予定である。検討が始められた1997年当初は H2 ロケットによって第2ラグラン受点に打ち上げるということから、 L2 ミッションという名称で呼ばれていた。後に解消して、現在のスピカとなった。2005年3月14日、検討を進めてきた、直期赤外線天文衛星ワーキンググループから、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所宇宙理学委員会に、正式なミッションとして提案された。高感度の赤外線観測を行うためには、望遠鏡から発生する。 熱放射によるノイズを減らす必要がある。欧州宇宙機関のハーシェル宇宙天文台では望遠鏡の温度を引く摂氏193度まで冷却して高感度の赤外線観測を行った。スピカではこれを上回る摂氏265度に衛星を同期させることによって長期間の安定した観測を可能にする。l では地球と太陽が常に同一の方向にあるため 地球と太陽からの熱を同時に遮断して、効率的に望遠鏡を冷却できるという利点もある。これまで宇宙からの赤外線観測は、アーツ、IRS、明かりによる全点観測、赤外線宇宙天文台、スピッツァー宇宙望遠鏡、ハーシェル宇宙天文台による個別領域の精密観測などが行われてきた。また、NASA のジェームズ・ウェブ、 宇宙望遠鏡が2021年に打ち上げられる予定である。スピカは中間赤外線から遠赤外線領域において高感度の観測が可能であり、他の宇宙望遠鏡と相補的な役割を担う。名前の通り、宇宙論と天体物理学の進展が大きな目的である。具体的な研究分野として、銀河の進化と惑星系の形成の2点が挙げられている。 銀河の進化天体からの放射は広い波長領域にわたっているが宇宙初期に誕生した原子銀河など遠方の天体からの放射は赤方変異によって赤外線からサブミリ波領域に偏って観測されるスピカが観測する中間遠赤外線領域はこのような放射を捉えるのに適している惑星系の形成原子惑星系円盤のガスの量や成分ゴミの成分を 文献を分析することで惑星系形成のメカニズムを研究する。JAXA と ESA による国際共同ミッションである。ESA がプロジェクト全体を取りまとめ望遠鏡やサービスモジュールを開発する。日本では ISES を中心にペイロードモジュール、冷凍機、中間赤外線観測装置の開発が行われる。打ち上げには JAXA の H3 ロケットが使用される予定。 総額1000億円程度と想定される所要経費のうち日本は戦略的中型計画相当の300億円、エサはコスミックビジョン中型ミッション相当の5億5000万ユーロをそれぞれ分担する見込み、L2 は地球から150万キロメートルを超える距離の新宇宙ミッションとなるため、ウスタ空空間観測所にあるような24時間のダウンリンクアップリンクが求められており、 国際協力体制で進めることで準備を行っている。2019年現在、日本では JAXA でのプロジェクト化、ヨーロッパでは欧州宇宙機関の宇宙科学プログラム、コスミックビジョンの中型ミッション5号機への採択を目指して開発、検討を進めている。2016年7月8日、宇宙科学研究所内でフェーズ A 1活動開始の妥当性の審査が行われ、 合格と判断された。最終的には、技術仕様の確定、搭載装置の確定、打ち上げスケジュール、運用体制等が確定した後、宇宙航空研究開発機構理事会の承認を経て、内閣府宇宙政策委員会の承認によって確定する。二千十八年五月七日、エサの宇宙科学プログラム、コスミックビジョンの中型ミッション5号機への十五件の提案の中から、 候補の一つとして次選抜で選出された。2021年にスピカを含む3件の候補から1件に絞り込まれる予定。望遠鏡の製作はエサが担当する。望遠鏡の口径は2.5メートルで、リッチー・クレチアン式の光学系を採用。視野は満月とほぼ同じ30分となる。検討当初、望遠鏡の口径は3.2メートルを予定していたが、 2014年11月から12月にかけての設計見直しで2.5メートルに変更された。アカリア、ハーシェルでも実績のある軽量素材シリコンカーバイドを採用することで望遠鏡の重量を約6 0 0ラムに抑える。また望遠鏡に太陽やサービスモジュールで発生する熱が伝わらないようサービスモジュールと望遠鏡の間に エサの天文衛星プランクで実績のある部位、グルーブ式の熱シールドを3層設置する。望遠鏡の冷却には、日本が開発する 1K クラス、4K クラスの2種類のジュールトムソン冷凍機と2段スターリング冷凍機の機械式冷凍機を用いる。これまでの天文衛星では、液体ヘリウムを管材として用いたため、機器の大型化、短い運用期間などの弱点があった。スピカでは、 機械式冷却技術を用いることで、合計2.5メートルの大型望遠鏡全体を冷却するとともに、3年という長い設計寿命を確保する。SMI 波長1236メートルの中間赤外線帯の観測のため、LR、MR、HR の3つの分光装置と、撮像装置が搭載される。SMI の開発は、名古屋大学と、 宇宙科学研究所を中心とする SMI コンソーシアムが担当する SMI コンソーシアムには大阪大学、東京大学、東北大学、京都大学、台湾中央研究院天文及び天文物理研究所が参加しているサファリ波長34-230メートルの高帯域で適度な波長分解能を持つ高感度解説合子分光器 この帯域には電離したガス中のイオンが放出する様々な気線が存在するため遠方の銀河からこれらの気線を検出することで銀河における星生成や銀河中心の超巨大ブラックホールの活動の歴史を探ることが可能となるサファリの開発はオランダ宇宙研究所を中心とするサファリコンソーシアムが担当するサファリコンソーシアムにはヨーロッパ10カ国アメリカカナダ 台湾及び日本が参加している BBOP9 小パル100メートル、200メートル、350メートルの3つの帯域で動作するイメージング変更系で銀河のフィラメント構造の変更マッピングによってフィラメント構造及び星形成における磁場の役割を研究する BBOP の開発はフランスの CEA を中心とするヨーロッパチームが担当する ありがとうございます。